こんにちは。 NBC ビヨンドビジネスチャンネルネオメンバー紹介のコーナーです。今回のお客様は株式会社アーバン X テクノロジーズ代表取締役前田博也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい男ですね。なんかすいません、はい、僕の若い頃に似てるかもしれないですね。ちょっとね、NBC の普通ここに座る方ってね、うん、営業的な方が多いんですよ、うんうん、どちらかというと、やっぱり、トップの方っていうのは、うん、ちょっと違うんですよね、やっぱり学者だって。そうなんです。もともと大学で研究してて、それをベースに起業したので、はい、本当に営業のことを教えていただきたくて NBC に加入させていただきました。素晴らしい、はい、皆さん NBC が役に立てる時が来ましたね。はい、ということで実際はこうやってビジネスを立ち上げて、これでもう4年経ったという感じですね。そうですね、4期目が終わるところです、ね、それでもう30人40人使いながら、ね、順調にこの4年間は来ていると。比較的、はい、さて学者肌でいながらここまで順調に来ているっていうのは、さてどんなビジネスを展開しているのかということなんですが、都市インフラをアップデートし、すべての人の生活を豊かに。何やってらっしゃるんですか。はい、土木系 の、 そのインフラの、都市のインフラですね、道路とか水道とか、ああいうの都市のインフラと言いますけれども、はい、ああいうものを管理する IT のソフトウェアを作って販売している会社です。おお、それはどこに対して売ってるって言ったらいいんですか。は、正確に言うとインフラの管理者で、インフラの管理者というのは行政だったり、あとはネクスコとか首都高とか、ああいう高速道路会社もそうですね。あ、でもそのビジネスってこれまでもあったんですか。はい、伝統的には黄色いパトロールカーとかで、はいはい、インフラを点検して回ってる人たち見たことあると思うんですけど、はいはい、ああいうのですね、あそこにこうね三角こう置いて、はい、ですでこうチェックしたりなんかしてると、はいはい、それを今度は車走らせなくてもチェックできるように調査できるようにしよう、はい、学生時代それを研究していた。そうです、そうです。で、もちろん研究なのでソフトウェア全体を作るっていうよりは、その画像から異常を見つけるこのコアな技術を作るみたいな、そういう研究なんですけれども、うん、それを今ビジネスになるためにはもうみんなが乗ってる車の、はい、ドラレコを活用さえすれば、それが今度はきちんとデータとして上がってくるってことですか。あ、おっしゃる通りです、はい、ほう、それがビジネスになる。はい、すごく画期的だと思うんですけど、今までってパトロールカーで誰かが走り回ってるわけです。道路って全国で120万キロあるんですよ。で、場合によってはこうやって叩いたりして。そうなんです、そうなんです。で、それをこう街中で普通に生活している人のドラレコのデータをお借りして解析するということなので、そのパトロールカーで変な話回る必要がない、うん、すごく画期的な仕組みだと思ってます。今なんかそういう損保、うん、保険会社系の人たちが、はい、当然ドラレコっていうのが非常に、ね、事故起きた時のデータ源になっていると、はいはい、そこに実はその道情報およびこれからこう必要なその情報をそのドラレコが取ってくれて、それを分析さえすれば十分欲しい情報に取って代われると。はい、おっしゃる通りです。すごい、やっぱりそこは学者肌じゃないとできないところですよね。そうかもしれないですね。だって必要だったけど今までなかったようなもんですよ、うん、ですね、確かに。これによって自治体であるとか、うん、先ほどの高速道路作ってる会社であるとか、うん、そういうところにとったら非常に安くその情報が得れるってことですかね、うん、おっしゃる通りです。で、今人が減っていく局面ですから、人口減少の局面なので自治体とかでそもそ も道路とかインフラの管理する人がいないってところが多いんですよ、うん、なので点検のための車を走らせなくてもみんなで点検は済ませてしまいましょうっていう、そういう素晴らしい、はい、社会に対する提案でもあります。うん、先日この NBC に秋田方の石丸市長が来まして、はい、これから、ね、うん、地方自治体はどんどん人口が減っていくと、うん、だからいかにコストを安くしなきゃいけないんだって、まさにそれができるわけですね。おっしゃる通りです。それぞれの自治体のさまざまな情報も、はい、あれ、この頃また新しい発想も言ってましたよね。公園であるとかいろんなところの管理って、はい、あ、そうですね。で、私たちの基本的な発想はその専門の人が何かしてデータを集めるということではなくて、みんなの力を少しずつお借りして、インフラの管理に役立てるというような発想です。なので、道路以外でも例えばドラレコで映るものって、壁だったりとか木だったりとか、うん、あとは LINE で
市民の方が街のデータを投稿したりするプラットフォームとかを我々も提供しているんですけれども、そんな形で、まあ、公園だったり河川だったり、うん、まあ、ありとあらゆる街のインフラに関するデータっていうのをこうみんなで集めていくっていう、まあ、そんな取り組みをしてます。面白い、うん、で公園のあそこの街灯が消えてるぞとか、はいはい、ここが壊れてて子どもたちにとって危ないぞとか、はい、この椅子も壊れてるぞとか、はい、そういう情報を集めて結果その自治体の各管理のところにきちっと住み分けもしてあげて、はい、おっしゃる通りです。面白い、うん、で我々 の, その技術のミソの一つ今おっしゃっていただいたんですけれど、うん、インフラの管理者って多種多様なんです。目の前の道路は、まあ、都道府県が管理しているかもしれないし国が管理しているかもしれないし、うん、市区町村かもしれないんです、はいはいはい、で隣の公園に行ったらその公園は管理している人別だったりするんですよ。そうだ、確かに国道もあれば、はい、そういうことですよね。そうなんです。街の道もあれば県道もあれば、はい、そして公園いくつもあったって同じところを管理してるわけじゃないんだ、はい、そうなんです。でそれを我々位置情報だったり画像のデータを使って適切な管理者のところに届けることができるって、まあ、そこもコアの技術の一つです。面白い。いや、というかやっぱりこう学者というか勉強してきたからこそいろいろ研究してきたからこそどう見ても NPC のここに今まで座る、おじさん社長さん方とはだいぶ違いますもん。その発想の仕方もそして喋り方も非常にこう真摯にそして真面目に取り組んでるって、ね、本当に伝わってきますんで皆さんそんな真面目じゃないことはないと思うんですけど、ね、いや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 、いやもう大体やっぱりね、あのお金が絡んでくると、うん、どうしてもそうなっちゃうじゃないですか、うん、僕らも、うん、でもそうじゃないなって、でも応援したくなるような仕事ですし、前田さんのそのこう真摯な態度はいいですね。ありがとうございます。あの本当に営業のこととか教えていただきたいです。あ、ということだそうです。皆さん分かりました。 NBC に入った理由は皆さんのその営業力であり、またネットワークを何らかの形で前田さんの仕事に生かしていきたいということで、はい、じゃあ最後こちらのカメラ目線で、はい、この850人を超したメンバーにメッセージをお願いしたいと思います、はい、じゃあ、 2つお願いしたいことがあります。土木と IT、まあ、いずれかで関係するお仕事があればぜひ私にもお声掛けいただけると嬉しいです。でもう一つはこれから営業頑張っていきたいと思っているので、ぜひ先輩方のお知恵をお貸しいただきたいです。これからもよろしくお願いいたします。はい、素晴らしい。30歳です。でもまだまだこれからがよりその大きなビジネス展開できるというその可能性をしっかり秘めておりますので、皆さん応援してあげてください。ということで今回の NBC ビヨンドビジネスチャンネルネオメンバー紹介のコーナーは株式会社アーバン X テクノロジーズ代表取締役前田裕也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。応援します。みんな応援してね。